はい、どうも、こうつきです。今日もディープな話をポップにお届けしたいと思います。では早速本日のご相談です。不倫相手と復縁したいです。相手が復縁したいと思った時はどうなりますか？見分け方を教えてください。あ、なるほど。いくつかそしたらご紹介しようと思います。まず一つ目、連絡頻度が増える。別れた不倫相手の女性と復縁したいと思う男性はですね、彼女への連絡頻度がめちゃくちゃ多くなります。不倫の恋愛ってね、一度別れると、あの、奥さんにバレたバレてない関わらず基本的に一切連絡を取りません。あの、不倫の恋愛が終わった時にですね、基本的にはですね、家族との生活に戻ろうというふうに考えるからです。しかしですね、別れた後も連絡を取ってくるということはですね、あなたに未練があるということですね。まあ、それだけあなたの存在が相手の中で大きいということですよね。だから、あの、別れてしまったけどつながっていたいとか、あなたのことが忘れられないという心理です。あの、特に不倫の場合はですね、言ってることと本心というのは全く違うっていうことが、まあ、よくあります。たとえね、別れた直後は連絡を取らなくっても、相手からの連絡がどんどん増えてきた、または付き合っていた時よりも相手からの連絡がよく来るっていう場合はですね、相手はあなたとの復縁を望んでいるというふうに考えて、問題ないです。ここで注意してもらいたいんですね。連絡頻度は増えてきてるのに、あの、付き合ってくださいみたいな、またやり直そうみたいな具体的な言葉がないという場合ね、あの、結構ね、それで心配になってしまってうまくいかない方っていうのも多いんですけど、あの、この状況まで来てやめてしまうっていうのはすごくもったいないです。なぜならですね、具体的な言葉がない理由は、相手が家庭を持ってるからですね。あの、遊び目的とか、あなたをこう、あの、まあ、都合よく扱おうとかっていうわけではないということです。相手もあなたに負担を強いるということが分かってるから、自分の気持ちを言葉にできないということですね。こういう場合はですね、どんなに辛くても今は現状を受け止めるという姿勢をあなたが見せてあげれば、すぐに相手はあなたの元に戻ってきます。そして2つ目、付き合ってた時よりも明らかに対応が優しい。あの、付き合ってた時とか別れた直後に比べて明らかに対応に差が、しかも今の方が絶対にいい場合は、相手があなたとの別れを後悔しているという可能性が高いです。大体ですね、男の人っていうのは別れてからじゃないと本当の大事さに気づけないんですよ。別れた後の対応が優しくなってるとか、あなたの言うこと何でも聞いてくれるとかっていうのは、あなたがいなくなって初めてあなたの大切さに気づいたからです。そのため、あなたに気に入られたい、また前のように好きだと言ってほしいって思ってるから、あなたに気に入られるような行動をとってくるということです。そして3つ目、わざわざ近況を聞いてくる。別れた相手の近況を聞くっていうのはですね、未練があるということです。復縁したいから近況を聞いてくるっていう場合もあるし、復縁まではまだ考えてないけど、でも自分のことがまだ好きなのか確かめて安心したいという場合もあります。まあ、こんな感じですね。あの、既婚男性が復縁したいっていうサインはめちゃくちゃわかりやすいです。いつも言ってるんですけど、相手がね、何を言うかはね、あんまり問題じゃないです。結構ね、いただくご相談で多いのは、彼からこんな LINE が来ましたっていう、その言葉の内容でね、すごくショックを受けてらっしゃる方とか多いんですね。もちろんね、内容によってはすごくショックを、その思ってたような内容じゃなかった場合はやっぱりショックを受けてしまうというのももちろんわかるんですけど、でもね、内容じゃないんですよ。内容じゃなくて、どんなことをしてくれてるのかという方の方がはるかに大事です。言葉はね、あの、嘘もつけるじゃないですか。だからどんな言葉を言うかは本当に当てにならないんですよ。行動を見てください。行動はね、分かりやすく出ます。ぜひね、参考にしてみてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。